1828回始めます。11月4日土曜日に入ったところです。もう3時過ぎてね、もう朝になるんだろうけども、今日はちょっとスタートが遅かったし、いや進まない。読売新聞からこれタクシーの運転手さんが女性の自殺を防いだっていうか、なんていうか、まあ美談っていうかね、話ですね、うん、ダムが好きというねことで、タクシーに乗った若い女性、到着しても高揚する気配なし、運転手さんに死ぬために来たんだと、言い、その女性は泣き出したと。自殺を考えていた女性客を諭し、思いとどまらせたとして、兵庫県警は10月31日、西脇市のタクシー運転手、東野正宗さん61歳に感謝状を送ったと。どういう話か。同書によると、東根さんは10月13日の夕方、JR 駅から若い女性をね、乗せ、郡内のダムに向かったと。これ神崎郡って書いてあるな。神崎郡内のダムに向かったと。駅から乗せてね、神崎郡内のダムに向かったと。で、ダムに到着後、女性の様子がおかしいと感じた東野さんは、そのままにしてはおけないと考え、しばらく女性と一緒にダムの堤防を散策。やがて女性が駅に戻ると言ったため、タクシーに乗せて走り始めると、女性は死ぬためにダムに来たと言いながら泣き出したということですね。はい。まあ、若い女性って書いてるわけで、年齢載ってませんね。東野さんね、このタクシーの運転手さん、東野さんは61歳、若い女性は年齢わからない。で、東野さんは、死んでしまったら悲しむ人がいっぱいいるよなどと話して諭し、ね、女性から聞いて家族とかカウンセラーに電話して連絡、駆けつけた福崎署員が女性を保護したということで、まあ自殺ね、起点聞かせて自殺、まあほっといたら本当に自殺したかどうか分かんないですけどね。まあまあまあ、しっかり話うちはなんていうのかな、聞いて優しくっていうかね、思い詰めてた女性の心を開いてっていうことじゃないか、諭したと、ね、悲しむ人がいっぱいいるよと、ね、若い女性だしってことで言って感謝状をもらったっていう、まあいい話なんだけども、まあ分かる、何が分かるか、この女性の気持ち分かる。死にたくなるけど、でも私死にたくなった時ダムには向かわないな。ダムで死ぬってことは水の中、水に飛び込むってことでしょう。いやー、10月とはいえ冷たいんじゃないですか、ダムは。まあ死ぬとなったらもう冷たいも寒いもないのかも分かんないけどもね、そういうね、ダムはやだな。ダムでねえ、土左衛門になるの、じゃあ何がいいんだ。いや、そんなことじゃないんだけど、まあでもね、生きてりゃ死にたくもなるさ、それあるさあるけど、まあ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 、なんていうかな、でもそういう経験ってね、私はね、絶対必要だと思うよ。やってた方がいいと思うよ。何かで、まあ挫折でもいいよ。夢に破れたとかね、何かがうまくいかなかったとかね、うまくそういう挫折とかを経験して、まあ1ヶ月引きこもるとかね、ずっと家で泣きじゃくるとかね、そういう経験っていうのは、私は人生では、まあむしろ必要なんじゃないかなと思いますよ。それ乗り越えたらやっぱりね、人間そういう経験積んでる人ほどやっぱり心あったかいしね、相手の気持ちも分かるしね、それこそ真から優しい人間になれると思いますよ。私はそういう経験してない、人ほど意外に打たれる弱いっていうかね、特に年取ってから40、50過ぎたぐらいからの打たれ弱さっていうのはあると思うよ。あとそういう経験ない人はね、本当にね、鈍感、デリカシーがない。まあ私、社会一般からおそらくデリカシーがない人間って私は思われてると思うんだけど、そんなことはないんですよ、非常にデリケートだし、非常に空気読んでるし、非常に感じやすい人なんだけど、まあ私のことはいいか、ね、
経験はあった方がいい。こういうね、死んでしまいたくなるとき、ダムに向かうとかね、海に向かうとか、まあそんでなかなか人間は死ねないんだということを悟る、ね、そのまま死んでしまう人もいるかもわかんないけどね、うん、一度や二度はあるんじゃないかな、人間だったら、うん、それが私普通だと思うよ、うん、そんでどん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 ね、皮を厚くしていくっていうかね、うん、強くしていって、うん、その分人に優しくなれるし、この東野さん、うん、運転手さん、うん、この人もこの人もおそらくとか言って何にも分かんないんだけどね、このタクシーの運転手さんね、うん、死んでしまったらね、悲しむ人がいっぱいいるよっていうこの言葉すらね出てこないですよ。この人だって経験いろいろあるんだと思うよ、うん、ねえ、タクシードライバー中島みゆきが歌ってるよ。タクシードライバー名曲なんで聞いてください。はい、うん、なんていうかな、死んでしまおうっていうね思うこと、私は大事だと思う、うん、経験としてあった方がいいと思うよ、ないよりは、うん、でそういう時期もあるから、長い人生、うん、あって、うん、経験してね、この若い女性ね、強く生きていってもらったらと思いますよ、うん、大丈夫大丈夫、うん、死ぬ気になれば何でもできるしね、まあ何もしなくたって大丈夫だし、うん、ただ何もしなくてぼーっと生きてるだけでもね、意味のあることだし、うん、何かしなきゃいけないってこともないし、気楽に行きましょうよ、暇つぶしなんでね、人生ほんと長い長い暇つぶしの連続ですよ、人生なんて。でその暇つぶしの一環としてこの YouTube ね、見てもらえたらと思いますよ。もう1828回ですよ。ね、1から聞いたらもう何ヶ月も暇つぶせるんでね。皆さん聞いてください。はい。チャンネル登録、高評価、再生リストの利用お願いします。失礼します。